レメデオスは、キューバの中央部ビジャ・クララ州に位置する。キューバ北海岸から4 8トル内陸に位置する都市。また、かつてのラスビラ州で最古のスペイン人入植地である。レメデオスは、パランダスと呼ばれる伝統的祭りのゆかりの地として知られており、カリブ海で最大かつ伝統的な祭りである。正式には、サンファンデロス・レメデオスとも呼ばれる。 元々はサンタクルス・デラ・サバナと呼ばれていた。他にも最後に1578年まではサンファンデロス・レメデオス・デラ・サバナ・デル・カヨだった。レメデオスは首都ハバナからバスで約4時間、州都のサンタクララから約50分の場所に位置している。北にカイバリエン、南はカマフラニー・プラセータス、東はサンクティ・スピリトス州のヤグアハイと隣接している。 植民地時代の家、キューバでは8番目に古い歴史を持つ都市とされている。地域の経済は農業と牛の畜産業に依存しており、これはスペインのフロリダ植民地への主要な牛肉供給の一つとなった。畜産とともに砂糖ウキビ産業は奴隷労働のプランテーションに依存して発展した。スペインの王冠は悪魔を避けるために、 1684年1月29日付の王立礼を送り、和解を別の場所に移した。18の氏族が町を出て、1689年7月15日にサンタクララに町を建設した。次第にこの町が、キューバ中心部の重要な都市として発展し、現在のビジャクララ州の州都となる。ありがとうございます。